ブログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。えー、本日はですね、ゲームレビューですね。えー、こちらのソフトになりますね。えー、本日はですね、えっ、ー、と、2020年の9月24日なんですが、本日発売のですね、F12020、えー。こちらのソフトをですね、えー、レビューさせていただきたいと,い,たたい,というふうに思います。まあこ、こちらのソフトですね。えー、F12020。えー2020 えー、メーカーがですね、えー、2020か、えー。メーカーがですね、コードマスターズという、まあ、英国のイギリスのですね、あのー、メーカーになりますね。はい。まあ、こちらのですね、あのー、ゲームのレビューを行っていきたいというふうに思います。レースのシュ、えーえー、レーシングシミュレーションゲームになります。本日のちょっと午前中ですね、ヨドバシカメラに行ってきまして、まああのー、ちょっと、えー、購入してきて、まい、あ、大体1時間ぐらいですね、あのー、このゲームを、あのー、行って、 たんですがまずですね第一印象として挙げられるのはものすごく非常にまあ体験するのはあのー、リアルにこう楽しめるなっていう感じがしますねちょっと本日ですねあのー、ちょっとあのー、天候が曇っていったりってことでとかまああのー、ちょっとソニーの方であのー、ネットワーク回線がねあのー、障害が発生してるっていうことでまあちょっとあとちょっと いろいろ事情がありまして、あのー、撮影時間の方ですね、あのー、手短に行っていきたいというふうに思います。例えば、あのー、ゲーム記事にあるようなことはですね、べて割愛させていただいて、まああの、ゲームを行ってどうだったのかということと、ですね、まあ、初心者の方がですね、えー、これをやるにあたって、ですね、どういうような点についてあの気をつけていったらこう滑らかに。 こうやっってててていいけるのかっていうことに関してご説明させていただきますでまずですね、えー、ドライバーキャリアをあの続行ということで、これですね、えーと、まずチームとして要するにやっていくってことね、えー、2019年の F2 シリーズオーストリアってことで、えー、これあの、チーム、チームで要するに世界一を目指していく、まあ、今はですね、F2 なんですけど、最終的に F1 ってことで、まああの、ワールドグランプリを目指して、 戦っているんですが非常にこうリアルですよ、あのチームとして、単にこうあの運転のスキルを高めればっていうだけじゃなしにどうやって資金を集めるのかとか、まあ、そういうこともね、そういうこともね、あの考えながらやっていく、資金状態がどうなのかとか、マーケティングとか、メディア対応とか、まあ、そういうようなことも全部、その一くろにあたって、要するにチームとして、あのマシンの、要するにメカニックマシンのチームとか、IT チームとか、 まあそういうような感じで、こういう感じで、あのー、最終的にこうチームとしてこうレースに立ち上がってもードとですね、まあこれがですねまあ、結構慣れた方向けレース開始ってことで、まあこういう感じで、要するに、えー、立ち上がっていく。まあただ、さあ、さあ、スタートしましたってことで、あのー、ちょっとご説明させて、あの後でご説明させて、ああ あの結構初心者だったら、こういうような感じですぐにクラッシュしたりしますよね。でこ,こ,ここがですねアクセルで,で、ここがですねブレーキです。えーまあ、ちょっとクラッシュしてしまいましたけど、えーまあ、そういうような感じで楽しんでいただくってことでね、まああのー、ですねさっきのです、今、えー、現在15位です、えー、私が、まあ。結構クラッシュしてしまったんで、結構初心者の方はです、ね、今言った、まあ、アクセルとブレーキをあの繰り返してやっていくんですけど、 どうやってこう最短、最速でうまくなるのかっていうことに関して、あのー、ちょっとね、ご説明させていただきたいというふうに思います。まあ、今ね、あのー、キャリアモードなんですけど、ちょっとえ中断しまして、今15位なんですけど、ちょっと中断させていただきまして、えー、まあ、メインメニュー戻るってことで、このモードをちょっとストップさせて、今からですね、ちょっとあの初心者の方が、私もちょっと1時間前とか、もう午前中、この,の F12020 を購入する前まではね、 完全に初心者で、さっきみたいにちょっとね、クラッシュが多くて、結構、慣れたりした部分はあるんですってことで、結構ね、今ね、ソニーのほうで、今は結構、復旧してるのかな、午前中ですね、ちょっとネットワークの障害が発生して、いろいろトラブルがあったってことで、私のこうもね、 あのー、結構あ、あわあわしてしまった。まあ、あの、初心者の方はです、ね、あのー、ちょっと話を戻り、戻しまして、F12020、初心者の方で、まあ、これもそうなんですけど、結構、F1 とかされてない方で、あのー、最初、例えばこういうの、あのー、モータースポーツですよね e。e スポーツのモータースポーツをやられてない方で、 操作の仕方が分からないで、さっきみたいにクラッシュばっかりしてたら、ものすごいやる気なくなってきます。で、面白くないっていうふうに言やめてしまうケースが多いんですよ。でもね、あの慣れてきて、ものすごいうまくなればあの、ものすごく面白くなってくるのがあの、このプロジェクトカードもそうなんですけど、F1?、ええ、ものすごい F1 もそあの、ものすごい楽しいです。 ものすごく面白くなってくるのがモータースポーツだなっていうふうに最近思,思ってますね、えー。じゃあどうやって最短、最速でですね、上、あ、手、のー、くなるのかっていうのをね、えー、今から、あのー、ご説明させていただきます。さっき、だあのー、こ,ここがですね、えー、R2 ボタンが、プレイステーションの場合ですけど、R2 ボタンが要するに、えー、っとアクセルで、L2 ボタンがブレーキですよね。で、あのー、そこはちょっと覚えていただければと思うで。 まずタイムトライアルで、ね、F1 の2020でタイムアタックモードでやっていただきたいんですけど、まあ、車種はどうでもいいことないですけど、まあ、好きな車種を選んでいただいて、まあ、好きな車種を選んでいただくってことですね。でーまあコースも今はコース選択なんですけどオーストリア、バーレーンとか、ね、ベトナムとか中国とかオ,ーストオーランダ、スペイン、モナコとかあるんですけど。 まあ好きな、えー、コースを選んでいただくってことでね、まああのー、こういうような感じで、あのーえー、初心者の場合、特にですねコースの難易度、ベリーイージーっていうふうにオー,オーストリアの,、ね、あのコースを選んでいただくっていうのはベストだと思います。で、上手くなってくれば来るほど、ですねこう徐々にその難易度を上げて、えー、自分のスキルをどんどんんどんどん高めていくっていう感じですね。 オーストラリア,、えー、リアで、まあ、あのー、タイムトライアルで、まあ、どん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 スキルを高めていくんですけど、どうやって高めていけばいいのかっていうのを私なりにこう1時間とかで、あのー、これ、やったの本当にあの1時間前なんですよ。1時間前で、今ちょっと <laughs>、えー、サーキットに向かう途中なんですけど、まあ、最初ね、あのー、全くこうできずに、えー、今コースに向かう途中です。コースに向かう途中で、えー、この緑のラインあるじゃないですか。スタート えー、スタートです。緑のラインあるときはここアクセルで赤がブレーキわかりますこの要するにこのラインに沿っていくんですよ。えー、このラインに沿っていって要するに緑で赤が来たらブレーキでほら青になってくるでしょそしたらですねだん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 ああのアクセル踏んでいく、うん、こういうような感じで要するに あのやっていただければと思、今ちょっとね、あの説明しながらやったんで、こうちょっとあのーコースからずれてしまったとここで赤、ええ、赤が来たら要するにブレーキで、うん、ブレーキ踏むってことで、ね、まあ、こういうような感じで、このラインをずっとね、あのー、もう本当にあのなぞるようにこう走っていただけば、さっきみたいなクラッシュっていうのはないんで、でここアクセル、思いっきりアクセルを吹かして、スピードを吹かすで、次に赤が出てきたら要するにブレーキ、ブレーキ うん、こういうような感じでアクセル非常に分かりやすいですよね初心者にとって、うん、だん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 そのクラッシュとかなくなってきたでしょ、えー、でブレーキで赤が減ってきた、えー、緑になったからいアクセルを踏むっていうこれだけなんですよ、えー、この通りにいって要するにもう最短最速で上手くなりますからねええーまああのー 方もですねまあ、そういうのを意識して、まあ、開発されたと思うんですけど初心者向けにこういうあの絨毯みたいなの敷いてくれてると思うんですけどこれを結構意識してやればもう本当に最短最速でここ赤出てきたでしょで赤ブレーキで青が出てきたら要するに、えー、アクセルを踏むような感じでやっていくってことね、えー、もう本当に楽勝してねでこれで赤が、えー、出てきたら要するにブレーキって、まあ、そういうさっきブレーキ踏み切れなかったんで こういうような感じでやっていただけば本当に簡単にね、もう操作の方を覚えていただけると思います。クラッシュすることもないでしょ、まあ、ちょっと喋りながらやってるんであれですけど、えまあ、こういうような感じで、あのー、このラインの通りずっとその赤が来たらブレーキ、で青が来たらアクセル、こういうような感じでラインをずっと踏むように、ね、あの操縦していただけば本当にスピード,あのスピード感あふ、のー、れる感じで、 もう最大最速でうまくなっていただけると思いますね。まあ本当で、えー、あのモータースポーツの e スポーツに関してはうまくなればものすごい楽しくなっていくんで、うんまあ、そういうような感じであの、今タイムアタックモード途中ですけど、この辺で終了させていただきます。はい。で、まあセッション終了ってことで、ね、普通シ,、えーのシ,リえー、シーズンでエキサイティングな、えー、と3レースに参戦して F1 に昇格しますってことで、まあここでの,、えー、あのパフォーマンスは F1、えー、での、えー、扱いに影響を及ぼえしますということで、まあ、最初はですね F2 になりますね。F2 で要するに力を試していくと、これ対戦モードです、えー。さっきの要領でやっていけばどういどう風う,うな感じになるか、まずあのこれ、対戦モードで重要なのは、まあ、ちょっとあのどこのチームを選ぶかってもそうですけど、まずね、あの結構キャリアモードとか、まあ、そういう前にあの基本的な操縦ができないと、 ちょっと話にならない部分ありますので、えー、どうやってこう人並みに、まず全くど素人の方とか初心者の方がどうやってこう人並みにこうロードあのクラッシュすることなくぶつかるこ、えー、まずぶつかっちゃいけないです。ぶつかったらね大きなビハインドになって結構途中でね、リタイア、強制的にリタイアさせられることもあるんで、まずそういうような大きなクラッシュとかしないようにさっきのですね、要領よくこう あの青の時に要するにアクセル、ね。赤が出てきたブレーキみたいな感じで、あの絨毯の上をこう走るっていうイメージです。ええまあ、そういうような感じで、あのー、やっていただく。ね今ね、レ,レース貸しってことで、普通ですね。これ、さっきのタイムアタックモードと違ってですね、はい。スタートってことで、さあ、さスタートしました。で この青のじゅうぶつかぶつかったらだめですけど、青の絨毯のところですね、こう赤が出てきたらブレーキ、うん。ぶつからないようにするんですよ。ぶつかっちゃだめです。ええ。なるべく青の絨毯のところを通りながら、前のあの、あの、あのーあのー、車にぶつからないようにするってことでね、マシーンに。危ない、危ない。あ,あ <laughs> ほ、ほら、ほら、ほら、ぶつかったらこういうような感じで、こういうなるんですよ。 だからぶつかっちゃいけないっていう、まあちょっとぶつかってしまいましたけど、とにかくね、あのー、初心者のポイント、対戦、おー、いきなりもう14になったっていう、ぶつかっちゃだめなんです。とにかくぶつかったら、ああいうような感じで、もう大幅にあの減、ー、点っていうか、遅れる可能性が高いんで、えー、おあのー、とにかくも,もう、あー, <laughs> あー、あー、どん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 追い抜かれて、今、16位ですよ。 現在16位。ええ。まあそういうような感じですね。まあとにかく遅れないようにし,していくってことだ。だこの絨毯をですね、まあちょっとね、遅れてしまったんですけど、ええ。結構ね、初心者の場合、こう、あれあの、さっきぶつかったりね、こう、コースをこう、コースアウトしてしまったりということで、結構難しい部分はあるんですけど、その辺はね、結構、あのー、 結構いい勝負が出て,出てきたら、ものすごいリアルで楽しいんでね、この,あのモータースポーツっていうのは。えー、F12020 もそうなんですけど、えー、さあ、ここでブレーキ、うん。こういうような感じで、前の、要するに初心者の間、時はもう飛び抜けて1位を目指そうとしちゃだめです。えーまあ、ちょっとね、あのー、抜かれてしまったんですけど、前の車をとにかくあの追随するような感じ。うん、あー、ぶつかった。<laughs> ぶつかっってしまた <laughs> クラッシュあのー、結構ね、あのー、他の e スポーツの、あのー、レーシングマシンと違って、この F12020 ってのはぶつかったらビハインドになりますよ。あのー、結構ね、あワンガンミッドナイトみたいなゲームセンターにあるゲームっていうのはぶつかって、要するに首位を取りに行くみたいな、あああるんですけど、結構ね、そういうのやったら、あの警告とか食らいます、ここの辺に。 ええまあ、そういうような感じも、あのー、結構英国の、あのー、もう紳士的なその要するにゲームメーカーの作った、あのー、ゲームソフトなのでその辺はねあ今10位ですよ、10位徐々に徐々に上がってきたっていうことですね、ええまあ、さっきの,そのセオリーですねとにかくこの絨毯の赤が出てきたらブレーキで青が出てきたらアクセルでとにかく前の,あの車にぶつからないように で、結構ぶつかってしまったらですね、ここの部分に警告とか出てきます。ええ。ああそういうことです。ええ。ああ、抜かれてしまった。ってことで。まあ、そんな感じでですね、F12020 ってことで、まあ、こういうような感じで進めていただければと思います。で、本日の20時からね、この F1 の2020の、あのー、YouTube、あのー、実際にどういうような感じで私が戦っていくかっていうのをね、あのー、 ね、実況をさせていただきますし、えー、行っていただければと思います。まあ、本日はですね、えっ、ー、と、F12020、えーえー、のレビューを行っていきたい、えー、きました。ということで、ね、失礼します。ペガでしたありがとうございました